はい、お疲れ様です。山です。二王2続きやっていきます。平安京東馬殿かな。で、前回ね、あっちの終わりが気になってるんですけども、まあまあ、とりあえずこっち行ってみましょうかってことで、行きましょうか。これね。ちょっとどうかな？開かない。一応目的がね、ミニマップに表示されてるんですよね。ミニマップの、なんていうのかな。端っこに白い光があるの見えますかね。あれがまあ目的地みたいな感じだと思う。だからあっちの方ですよね。だからまあ最終的には、全部通るんじゃないかなとは思ってますけどね。うー、外した。大丈夫。おお、かぶった。かぶるんか、お前とも。遅い。遅い。遅すぎて食らう。やばいやばい。普通に殺されちゃうな。何今の？ あれ俺今、何した？ああ。ダッシュ攻撃か。これ何？フライングプレスみたいな。プロレスラーじゃん。え、なんだっけな。これね、これ主体に使っていきたいよね。はしご。はしご。はしごの意味とは？なんだ。この人は生きてるね。死んだ。ちょっと弓が強いかな。中に一体いますね。ね。で、児玉が向こうにいる。ポイントが溜まってんじゃん。武器カスタマイズなんだ？なかったっけ？わかんない。まあいいや。で、スキルで、そう、今こっちを伸ばしてんだよね。カウンター技、もともとはね、この、格ゲーみたいな技をね、覚えてたんですけども、発動条件が結構厳しくて、打ち上げるのには、気力を削りきら、切らないといけないんでね。この攻撃で 難しいなと思って。で、これはね、気力削り切るとか関係ないんで、ちょっとこれを覚えていこうか。中段構えの、おー。これはあれだね。空手だね。ね。左手で受けて右手でズドンだよね。かっこいい。あんな感じで、溝落ち殴られたらね、もうたまんないよね。息止まっちゃうよ。さあ。おーい、出た。この家は燃えてる。児玉ちゃんがね、中にいるん、うわぁ。怖 かっこいいけどね。佇まいは。刀身がすごいな。あ、これつけとけよかった。あ、でも半分、7割。やばい。はい。結構だね。怖。五寸釘と藁人形で絶対打ちつけるタイプだよね。怖っ。あれ捕まったらえらいことになってたね。下駄でさ、カン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 つって。怖いな。さあ、カウンター覚えたからね。ちょっと使っていきたいんですけども。クモがいるね。
から雲なんかな。これ多分卵なんで割れば中身が出てくるんですけどね。この裏に、いける。いける。かかと落とし、いいね。使いやすい。さあ、まだ、キツネがいますね。でっかい？でっかいね。あ、やべ、失敗した。ちょっと動いちゃった。今いけたけどな。いけるいける。あら。やばいやばい。誘ってんのか。ちっちゃいタイプだと、あれがチャンスなんだけど、この大きいタイプは、横歩きしたら、あららららら。お稲荷さんはね、狐の神様だっけ、ね、残念ながら人間の味方ではなかったみたいですね。分かれてんのかな、その狐の妖怪でも。いいのと悪いのでね。ん？下降りられるけど関係ないよね。ね。で、あっちか。とりあえず雲やっちゃおうか。お。これ割ってくるとめんどくさいね。小雲出すよね、これ。はい。で、これでショートカットか。なるほど。行けるところは、あ、おぼろ車いるね。ここか、ここかね。ここか、向こう行けるよね。どう違う？こっちの方が多分いいね。なんかみんなから狙われそうだもん、ここ。ね。一段低いし。だからあいつ、まあまず、届かないね、これ。常闇の外から中に向けては、通らないんだよね。弾かれちゃう。まあ、ちょっと殴り飛ばしてみようか。なぜだ。なぜだ。やばいやばい、死ぬ死ぬ。反応早くない ?OK。おー、そうだ。そう、ガキといえどね、お悔やみの中では、気をつけなければいけないですよ。雲。あのガキはやれないかな？ちょっと遠いからやめとこうか。狙えるやつだけ狙っていこう。出待ち。の向こうに須玉ちゃん。ちょっと待って。来いよ。あっちょっと待って。まあ今思い返してみれば、この技デビルメイクライでダンテが使ってましたね。え、ちょっと待って、四角か。なるほど、四角の追加入力は四角ですね。これ連続でこれ聞いたからすげえかっこよかった。これとこれね。さあ、須玉ちゃんを。この人はいつでも歓迎してくれるよね。こんなになっても。闇落ちしてもね、人間が好きなんでしょうね。お、最高級。いいね。ん？ここで行き止まり？行き止まりだ。ああ。なるほど。まあまあ、でも先制できるもんね。であれば。これやれねえな。とりあえずあのガキやっといて。クモも今やっちゃおうか。オッケー。で、
おぼろ車とやるか。来なさいよ。結構ひるみ耐性ないかな、こいつ。いやー、そうでもないか、わかんない。ね、顔面食らったら結構痛がるもんね。痛。俺が痛い。うお。やばいし。オッケー。超ギリだ。ねえ、実は結構顔面弱点なのかな。ちょっとひるんでるように見えるんだけど、わかんない。なんかおぼろ車自体がもともとガチャガチャ動くから、ひるんでんのか。ただいつも通り動いてるのかが分かんない。お前またちょっとやってみようか。殴り飛ばしてみよう。おい、5000。バカったくね。そう、効くはずなんですよね。お、ショートカット。5000はでかいよね。この上段の強い攻撃のかかと落としで、あ、違う違う、で1200、300とかなんで、5000はだいぶでかいよね。お、下？さあ、なんでしょう。ん？二刀。宇佐美長光。大太刀。千根。なかなか出てこないね、手甲がね。もっと欲しいんですけど。え、じゃあ下行こうか。ほい。ちょっと待って。マジで？落下攻撃は、ボディープレスみたいな感じ？ああ。はい。これ、まあ高さがあったからっていうのもあるけど、ダメージ毎回自分に入るんじゃないの？痛いでしょ、腹からって。でもね、プロレスラーは鍛えてるからね。効かないんだよ。別にプロレスラーじゃないけどさ、忍者？忍者。あの人も忍者。時は大筒。大筒も全、ああ、雲ね、はい。おっそ。これ今倒しとこうか。多分そこのモヤモヤからなんか、やばいの出てくるかもしんないから。小雲がいれば、あ、いないね。つけとこう。オッケー。あー、テッソか。あ、止まった。お、かかと落としがね、まあまあ使いやすい。ブーつって。はい。800か。まあ、相手の防御力もあるだろうけど、でもそれでも5000ってでかいよね。おい。いいね。まあ動きが素早いからね、使いやすいかもしんない、この武器は。あー、もうちょいでも、なんかこう、ボス戦用になんか、もっと使いやす、おー。そうか、デンプシーロールせずに、最初踏み込むやつが結構ね、前進距離あるんで、もうそのまま決め技を出しちゃえばいいかもね。だから、電プシーせずに決めだけ、みたいな。いいかもしんない。うん。さあ、上に上がります。だいたい地下にはテストがいるよね。クソね。やっぱやってんじゃん、ゴスンクギとわら人形ね。やってるね。たまになんか木からさ、
血液みたいな赤い液体が流れてたりするよね。なんかこう、怖い話とかだと。怖いわ。ちょっと待って、こいつ今やって負けたら嫌だから、ショートカットあればな。いや、大丈夫か。ここまで、落ちてるね。やろうか。普通に出てくるんだもんね。怖っ。いくぞ。3000。水。3000で結構残ってるね。うおー。怖い怖い。あー、怖いやつ来た。危な。怖い怖い怖い。うわ、音量来た。やばい、やばい。ちょ、待って、こっちこんといて。こっちこんといて。おい、意外と隙だらけかもしんない。ただ、つかみ攻撃には絶対捕まりたくない。気持ち的にもね。ダメージ的にも。こっちが多分メインなのかな。まあ、おぼろ車と人ですよね。え、でもメインこっちっぽくない？だいぶでかいよ。雲。俺大体こういうね、二択ミスるんですよね。分かれ道があって、どっちかみたいなやつは大体ミスってる気がするんだよな。できればね、社で拝みたい。狂ってしまった人のあれかな。何が楽しいのって思ったけど。ちょっとこっち行ってみようか。すねこすりさんだけ？何してんだこんなとこで。こんなね、意味ありげな場所で何をしておいでですか？一個かぶっとこうか。水をね、かぶっておけば。常闇。小玉。と、宝箱。大丈夫か俺、どこ行ってんのか。わ かんない。多分こっちは寄り道ゾーンだと思ってる。だから多分大丈夫。え、これどうやって帰るんだ？ここか。わかりづれー。クーもいた。あの常闇めんどくさそう。 地名で行こうか、落下地名。ほっ。 ちょっと滑ってったけど。世の終わりじゃ。大仏様への祈りが足らなかったのじゃ。どうでしょうね。 外れ。さあ、常闇を攻略し、びっくりした。常闇じゃねえ。普通にこいつだ。ほい。雲も出てる。はい、わかんないな。危な。ビビった。子グモもいたしね。常闇じゃ、あ、温泉だ。使っていこうか。ちょっとね、おぼろ車の攻略法が全然見えてこないね。ヘビ売りのまさこ。
怖い。なんかこの時代ほんと怖いな。なんだ。あ、こっからね。あ、あるね。社が。元凶を探しましょうか。下じゃないよね、どうせ。上の方にいるんでしょう。そこに、あるけど、これは関係ないかな。こっち来てもらおう。これそうならね。違うか、お前じゃないな。また、アスだけ倒しとこうか。やべ、なんだ。テストにバレた。待て。この武器じゃない。危ない。避けられる、今ので。っていうか、今ので避けられたんだ。知らなかった。プライムプレス。名前わかんないけど。プロレスのね。これ。いいね。ただね、ちょっとね、連綿っていうスキルが全然使えてないんですよね、俺。武器から武器につなげられるってやつね。だから、多分このつむじ蹴りと、あ、違う。さみだれ蹴りか、と、人打ちとか、多分、いや、これどうなんだ。これ、つなげられるんじゃ、あわかんない。で、なんだっけ、俺何してたっけ。そうそう、こいつをやってたんだよね。こいつじゃなかったか。また出てきてもらって悪いけど。足元が見えないからね。違うね、こいつじゃないね。はい。待って、スキル、気力が当たんない。届かないし。届かないね。はい。おーい。とりあえず上行ってみようか。ここで死にたくないな。お前だ。こいつだね。あ、バレた。早い早い。早い早い。ちょ、待って。こっちでやろう。こっちでやろう。いい。上でやるより全然いいと思うんだ、俺。あ、帰ってた。ちょ、待って。帰ってくな、待って。硬っ。待って。狭っ。オッケー。そう。さあ、一旦ちょっとこれ拝んどこう。で、セーブポイント。更新しといて。OK。これで大丈夫だね。で、上見ていこうか。で、常闇さんの敵は復活しないはずだから、常世かな？常闇か分かんなくなってきた。こういうエリアの敵はね、復活しないはずなんですよ。倒してしまえばね。だからテストとかはもう出てこ、ああ、弓兵か。嫌なとこ行くな、お前。当たんないし。下段が。ああ。こっち来なさい。一発が欲しいね、なんかこう。一発もうちょい強い攻撃が欲しい。700もいいけどさ。
もうちょっとだけ強い攻撃欲しいな。あ、で、そっから来るんだ。なるほど。どうかなあ。あ、ちょっと待って、また。またいる。あー、そっかそっか。やしろで拝んだからね。恨みがこもった釘がね、また打ち付けられてますね。うわー、普通にいるし。マジで？こういうさ、怖いの嫌なんだけど。もう。平安時代はこういうの多かったのかな？こっち見てるね。なんか一発ないかな？なんかないかな？ないよね。一発、強い系のスキルないかな。手刀とか。敵の攻撃を受け止めながら前進する。受け止めながらってなんだろうね。ダメージ入るんだよね、多分。はい。まあ、とりあえず、ここら辺取っておこうか。使うかわかんないけどね。正気がけ。はい。変えずにね。そうだね。そうだ。ちょっと待ってね。離れるわ。この技を使えば、次の威力がね、攻撃の威力が上がるんですけども、ただね、制限時間があるんですよ。だからそれがネック。例えばこいつの裏で、ここら辺かな？使って、あー。全然ダメだったね。全然当たんないし。小宝山だって。当たんないし。粘りついて動けな。やめろ、来るな。あれ？善逸がいたね。善逸だよね、多分。善逸だ、え？善逸って名前だったっけ？そもそも。とか、雲であの声ってなんか、ねえ、なんかネタ感感じますけどね。ねえ。鬼殺隊ではなかったのかな。はい。ちゃんとね、呼吸を整えて、毒がま、毒じゃないか。普通に殺されたのか、雲の巣にかかってね。で、どっちだ？閉じられてんな。で？どんどん上行ってるけどいいの？多分、いない。OK。ん？で、小玉がこっちにも反応あるけど、ここにはいないね。はい。で、外。ん？ガキ。あれ？ガキと須玉が和解してますね。待ってね。こうやっ、あー、普通にバレるね。はい。こんにちは。そう、この人ね、一応妖怪の、なんだ、逃げ玉じゃなくて荒玉なんで、あ、オミヤジ2発。ゴマの灰とか多分ダメなんじゃない？嫌がると思う。つうかむしろダメージ入ると思う。名残役ないやつをね。まあお金が一番いいよね、こうやって。いいでしょう。わかりやすいよね、金銭。金目当てっていうのがね。どうしようか、なんか、目指してたっけ？ああ、おみき、そう、おみきとかも多分ダメだと思う。なんか毒耐性強化みたいなの狙ってなかったっけ？妖怪からの火ダメージマイナス1%。いいね。これはこれだけかな？
ち行けないよね、多分。こういうのも行けないんですよね、このゲーム。このゲームというか、大河のゲームはいけないか。これだけかな？まあ、社があったっていうことですよね。はい。なるほど。で、こっちだよね、多分。おー、ばば。毎回ビビっちゃう。で、こっちに小玉ちゃんがいない。どうだ、デンプシーロールの方がいいかな。まあ、デンプシーロールではないんですけどね、名前は。お落下攻撃結構強いね。はい。小玉ちゃんを助けて。ん、いいね。はい、ということで今回これで以上にしたいと思います。危ない。次回ね、このおばあさんとやって。怖いなぁ。この時代怖いなぁ。はい。ありがとうございました。